オイゲン・ダルベールは、スコットランド出身のピアニスト、作曲家。もっぱら、ドイツで活躍し、帰化もしている。第一次世界大戦中には、自らが、ドイツ人であると宣言した。本名をウジェーヌ・フランシス・シャルル・ダルベール、友人フランシス・チャールズ・ディ・アルベルトとして、グラスゴーに生まれる。父親は、ドイツ生まれのイタリア系フランス人のバレエ音楽の、作曲家・シャルル・ダルベール。 父方の祖先にイタリアの作曲家ジュゼッペ・マッテイをアルベルティ並びにドメニコ・アルベルティがいる。母親はイングランド人であったが英語はなかなか上達しなかった。音楽は独学であったにもかかわらず、振動として奨学金を得てロンドンの王立音楽大学に入学後、若くしてウィーン音楽院に留学する。その後フランツリストに入門。名ピアニストとして 演奏と録音の両面で活躍、音詞リストのピアノ曲をレコードや自動演奏ピアノに録音した。ベートーベンやリストを得意とし、力強く上巻細やかな演奏によって、ウィーンデビューに接したブラームスを進化させたと伝えられている。作品には、公共曲、2つの弦楽詩重奏曲、2つのピアノ競奏曲、チェロ競奏曲、代表作、 ケ地などの歌劇、歌曲、ピアノ独奏曲がある。恋大きい朝男としても有名で、ベネズエラ人ピアニストで歌手のテレサ・カレーニョを含めて6度の結婚を経験した。なお、鍵盤の師王の異名を持つピアニスト、ビルヘルム・バックハウスは、ダルベールの弟子に当たる。ありがとうございます。